身長美容、本日はですね、身長先生の身長診断の部分モニターの、まあ、規約について説明していきたいと思います。ということで、4月1日から身長診断始まってるんですけども、モニター、っていうのを始めています。で、モニターさんって何かっていうと、美容医療とかだと結構皆さんイメージ湧くんじゃないですか、ね。例えば、二重のモニターとかであれば、この目元だけで、ね、使ってとかという感じで、二重のする前とした後ね、こう、インスタグラムとかいっぱい流れてきたりとか、まあ、あとね、その包茎とかね、お胸が大きくなる手術とか、する前とした後をこういうふうに並べて写真を使わせてもらって、まあね、これが治療検討している人からすると、あ、こんなふうになるんだなとか、そういったのが分かるのと同じで、まあ、身長の方も、どういうふうなことを我々がやってるのかってぜひ皆さん共有させていただきたいんです。なのでそういった意味でモニター制度っていうのを導入していきたいと思います。具体的に言うと、この身長診断のこの結果を皆さんに共有させてください。で、共有するにあたってなんだけど、まあ、そのいわゆる部分モニターなわけだから、なんか名前とかなんかそういったのが公開されるわけじゃないので、まあ、はっきりと誰が誰だか分かんないというふうに思っていただいて構わないと思います。まあ、例えばね、あの二重の写真とかも ああいうのがいっぱい流れてきて、誰が誰かかけて分かんないじゃないですかね。まあ、それと同じで、まあ、身長も正直で誰が誰か正直分かんないと思います。で、私の方でもこれから、そういった動画をバンバン上げていこうかなというふうに思ってます。まあ、やっぱりそういったのがあの一番そのなんていうかな、分かりやすいと思いますし、まあ、私自身も正直言うと動画のネタ考えなくてよくて楽だなってところで、まあ、本当に順番に部分モニターさんで何歳何ヶ月男性の症例でこういうふうな症例でしたみたいな感じ で最終身長は何センチですよとか、そういったのを、ね、どんどん紹介していきたいなというふうに思ったので、個人情報が含まれるわけじゃないので全然心配しないでください。で、これいろいろキットが入ってると思うんだけど、まあ、特に、この成長シートね、まあ、いつも通りなんだけど、まあ、この成長シート。で、成長シートの、まあ、この左上のこの個人情報のところはもちろんモザイクかけてって、まあ、実際の身長とか骨年齢反映させたものとかから、最終的にその子が何センチになるのかとか、あとはね、この身長先生の身長シートの結果概要説明ってことで、まあ、これ結構ね、今のところ皆さんかなり読み込んでいただいてるみたいなんだけど、まあ、この中でも特に4ページ目、ここが重要になってくるので、まあ、ここの部分はしっかりと皆さんと共有していって、この症例でこういったところがポイントなんですよ、みたいな、どんどんお話ししていきたいかなと思うので、まあ、それと部分モニターの方で、ね、ぜひご協力ください。まあ、もちろん、ね、そんなのどうしても嫌だよってことであれば、通常の価格で受けていただければいいだけですので、その点も心配されないでください。それではまた。